はい、今日のさっくんです。はい、海苔をもしゃもしゃと食べております。美味しいね。美味しいですね。海苔美味しい人。海苔が美味しい、美味しいですね。はい、美味しい、美味しい。あ、分かった。ん？入ればいいんだ。あ、そう。あ、ごめん。はい、今日何の話してますか。何の話してるかというと、はい、我が家に大きな冷蔵庫がやってきました。念願ですね。今まで一人暮らしを使って、うん、今までさっくんが生まれる前は夫婦二人だったので、ちっちゃい冷蔵庫をやってました。あ、ちょっと待って、うん、あのゆるちゃんが、ゆるちゃんがここピッてやした閉めるときにまたやったんだ、うん、そうそうそう、はいはい、はい、ここの冷蔵庫はなんと USB もついております。何に使うんじゃ、意味わかるな。使うんだろうね、うん、はい、ポチ、うーん、ワンタッチ、はい、ツータッチ、わー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 、はい、中身こんな感じです。まだごちゃごちゃしてる。今から綺麗にする。そうだね、今から、うん、もともと入っていた調味料やら何やら入れてます、うん、とりあえずって入れた、うん、小さい冷蔵庫に、はい、入れたやつでこれだけです。少ないよね、ガラガラ、うん、これからだね。これから、うん、ちょっとお規模も考えながら、ね、どこに何をしよう。はい、でここは2段目が野菜室です。はい、こんなのもなかったよ ね、 ね、今まで一つ2本だった、ね、でもある意味見やすかったから、ね、今考えた、うん、そうな、今まで野菜が入れなかったので、うん、よく野菜を傷んでおりましたね。はい、ここが冷凍室。はい、ここが氷室。あ、今やってたんだ。はい、でこっちがフリーザー。今ごちゃごちゃしてるよ。うん、いいよ、うん、しょうがない、来たばっかだもん。今日届きました。はい、はい、ちなみにこの冷蔵庫金額はいくらだと思いますか。いくらだと思いますか。東芝の冷蔵庫、野菜室がこっちなのがいいね、うん、弁当作るときに楽。そうだな、まあ金額はそうですね、うん、まあねんです。はい、我が家では洗濯機の次に高い、次に高いな、うん、うん、まあ元々の値段がいくらだっけ、38万7万ぐらいぐらい、それがなんと半額以上じゃん。半額以上だよ。いくらだっけ、15万、うん、15万、約16万じゃない、うん、約16万、うん、からお釣りがちょっと、うん、そう、お釣りがちょっとぐらいで購入できました。はい、とてもいい買い物、うん、したよね、したかな、うん、うん、メーカーですごい悩んだんだけどな、うん、ね、すごく良かったよね、うん、すごい、実家にある冷蔵庫みたいだ。今まで腰の高さぐらい、これぐらいです、これぐらいの冷蔵庫使ってたんで、いや、上を見上げる冷蔵庫は我が家始まって以来の冷蔷庫です。しかもかがんだり、うん、普通にやったり、ね、すごいね、ああ初めてね、自分より身長な、身長でかい冷蔵庫だね。本当だ ね、 ね、こんなでっかかった、ね、店頭にあった時って、店頭はね、ちっちゃく見えたけどね、ちっちゃく見えたけど、うん、家に来たらでかいな、これ、うん、ね、店頭では私一緒ぐらいの感じ。そうだな、はい、以上、我が家に冷蔵庫がやってきたっていう動画でした。はい、さっくん、海が止まらない、止まらやめられないんです。はい、いや、もう特別だぞ。もう一個のりあげちゃう。今日は冷蔵庫来た祝いだからな。さっくんのりあげようね。はい、のり、焼きのりだから、焼きのりだからね、味付けは変えてない、そうそう、食べるからさ、結構、うん、塩分が、そう、強いからね、塩分なしの焼きのりをあげております。おいしい、
高級だよ、焼きのぐ。ねえ、味わって食べなさい。お父さん、お母さんの飼ってる韓国の人がよりは、ね、高級だよ。はい、今日は、はい、特別 4K でお届けいたしました。特別、はい、今日は 4K ですよ。皆さん、お分かりいただけますか。いつもはうん、ハイビジョンで撮ってたけど。ハイビジョンで撮った、うん、今日 4K? 今日は 4K で撮ってる。そうなの、うん、そう。あ、そうなの。そう。どうかな、さっくんの肌質も見えるかな。はい、以上、さっくんでした。バイバーイ。4K さっくんです。はい、以上でした。